エルンスト・ゴットリープ・バロン、1696年2月17日から1760年4月12日は、ドイツの竜ュート奏者、作曲家、音楽著述家。バロンは、ブレスラウで、キンモール職人、ミハエル・バロンの家に生まれた。息子も同じ道を歩むことが期待されたが、バロンは幼い頃から音楽に関心を示し、後に、自らの職業とした。 1710年頃からコホットという名前のボヘミア人にリュートを学んだ。ブレスラウのエリザベートギムナジウムに入学し、1715年からライプツヒ大学で哲学と法律を学んだ。1719年から1728年の間は各地の小宮廷を転々とした。ハレ、ケーテン、シュライツ、フェルト、ルードルシュタットを訪れた後、 1720年にイエーナを訪れ、当地で2年を過ごした。その後、カッセル、フルダ、ビュルツブルグ、ニュルンベルク、レーゲンスブルクを経て、1727年にニュルンベルクで著作ヒリシュ、テイアレーティシャウントプラクテスキーインターズカング、デインストゥルメンツデアローテン放題、リュート、神々の楽器を出版した。主として、この著作により彼の名は記憶に留められている。 1728年に、ゴータの宮廷で落馬事故により死亡したばかりのリュート奏者、モイセルの後任となった。4年間その地位に泊まり、ゴータ公の没後アイゼナハに移った。1737年、メルゼブルク、ケーテンとゼルプストを訪れ、最終的に、テオルボ奏者として、プロイセン公大使、フリードリヒの楽団に参加した。 テオルボ購入の名目でドレスデン行きを許可された。ドレスデンでリュート奏者シルビウス・レオポルト・バイスとアイエーホーファーから教えを受けた。1740年にフリードリヒの即位を王立音楽協会のテオルボ奏者として使え、亡くなるまでこの地位に留まった。ありがとうございます。